今日も皆さんと共に主の日の礼拝を守ることができることを心から感謝いたします。聖書をお読みいたします。詩詩記7章、新共同訳聖書ですと392ページの旧約聖書になります。1節から8節までをお読みいたします。詩詩記7章。エルバール、つまりギデオンと彼の率いるすべての民は朝早く起き、エンハロドのほとりに陣を敷いた。ミディアンの陣営はその北側、平野にあるモレの丘のふもとにあった。主はギデオンに言われた。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。それゆえ今民にこう呼びかけて聞かせよ。恐れおののいている者は皆帰り、ギレアドの山を去れと。こうして民の中から2万2000人が帰り、1万人が残った。主はギデオンに言われた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下れ。そこであなたのために彼らを襟分けることにする。あなたと共に行くべきと私が告げる者はあなたと共に行き、あなたと共に行くべきではないと告げる者は行かせてはならない。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオンに言われた。犬のように舌で水をなめる者、すなわち膝をついてかがんで水を飲む者はすべて別にしなさい。水を手にすくってすすった者の数は300人であった。他の民は皆膝をついてかがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。手から水をすくったすすった300人をもって私はあなたたちを救い、ミディアン人をあなたの手に渡そう。他の民はそれぞれ自分のところに返しなさい。その民の糧食と角笛は300人が受け取った。彼はすべてのイスラエル人をそれぞれ自分の天幕に帰らせたが、その300人だけは引き止めておいた。ミディアン人の陣営は下に広がる平野にあった。お祈りします。神様、今日も詩篇を通してあなたが私たちに語ってくださいます。ギデオンを通して語ってください。イスラエルの歴史を通して語ってください。霊のことを霊によって理解することができますように、真理のと悟りの霊を私たち一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。詩詩記の公開メッセージ第7回目になります。神の法則300人という今日のメッセージの題です。神の法則300人です。ギデオンは神様の御心を確かめました。あなたが本当の神であるかということにて、羊を置いてそれを焼き滅ぼす神であるということを確認しました。それは罪を許す神ということでした。神様は今度ギデオンを試みました。あなたが牛を持ってきてそれを焼き滅ぼしなさいと言いました。今度はギデオンが神様に自分を捧げるかということのテストをしたんです。そうです、神はイエス・キリストをギデオンに与え、ギデオンは自分自身をイエス・キリストに与えました。ここで交わされていることは財祭と燔祭、要するに献身の捧げ物、そこに聖霊が臨みました。そして人々が集まってきました。でもなお一つこのギデオンにとりましては神様から確かめなければならないことがありました。それは自分たちが本当にミディアン人をやっつけることができるかどうかでした。というのはあまりにもこの数が違ってたんですね。で、今までの実績が違ってました。もし神様はここに羊の毛を置きます、明日の朝ここは水がいっぱいになって他が乾いているならば、あなたの御心だと信じましょう、そのようになってました。でもう一度一晩確かめました。今度は逆にしてください、羊の毛だけが乾いて他が濡れているようにしてくださいと言いました。その通りになりました。ギデオンは神様を信じております。しかしなおこの御心があなたから出たものかどうかを確かめたのでした。羊の毛で確かめたんです。羊の毛って何でしょうか皆さん。羊の毛こそ、それこそ御言葉です。御言葉、本当に非常識ですね、こんな
この確かめ方なんか、この世の常識、進化論は常識でしょう。でもそれは神様にとって非常に恐ろしいことです。神を否定するからです。聖書の言葉の一つ一つは私たちにとって全く非常識です。神が人になられたことも、十字架について代価を払ったことも、復活したことも、再臨してくるってことも、全ては非常識です。ここに常識と外れたことが起こっていく。私たちが羊の毛は、それは神の言葉です。神の言葉を私たちは信じて歩み出すときに、それは水で濡れるし、あるときには枯れている。他とは全く違って、ここに神がいるっていうこと、神の御心であるっていうことを確かめることができます。今日のところに進みます。いよいよ戦いが始まろうとしております。イスラエル人たちは3万、2000人が集まってまいりました。でも8章を見ると分かりますけれども、ギデオン人はもうすでに12万人ぐらい、何のかんのってこう書いてあるんですね。ですから3万2000人集まったとしても、相手は12万人以上だから十数万人ですから、まだ3分の1、4分の1ぐらいしか自分たちには兵力がありません。そこで私たちは考えるんです。3万人で14、5万人をどういうふうにしてやっつけようか、こっちから交渉か、こっちからしようかと思うんですね。エクソダスっていう本があります。とても分厚い本です。それはイスラエルの人たちがですね、どういうふうにしてあの国を勝ち取ったかっていうシオニズム運動から流れを変えてるんです。その中にですね、イスラエルの人たちはあの 100対1の兵力だったんですね。でも聖書の中に必ず勝てるを勝つ方法があると調べたんです。あったんです。ギデオのここだったんですね。敵が下にこの陣取っている時はですね、ジープでそーっと上がるんです。そーっとこう上がっていくんです。そして一斉にライトをうわーっと照らすんですね。そして敵がうわーっと逃げていくっていう、本当実際やったっていうこともあるんですけれども、まあ私たちはどういうふうにしてやっつけようかとまず考えるんだと思うんです。皆さんはどういうふうにするでしょうか。しかし神様の言葉はそこに臨みました。それはこうでした。主は2節にギデオンに言われた、あなたの率いる民は多すぎると言いました。何分の1しかないのに多すぎると言うんです。そこでこのテストしなさいと言いました。それはもし恐れおののいている人がいるならば帰らせなさいと言いました。ただでも少ないにかかわらず、一人でも欲しいのに、一人でも増やしたいのに、恐れているものは返しなさいと言ったんですね。皆さんだったら帰りますか、残りますか。ちょっと手を挙げさせようましょうか。ちょっとやめましょう。後でですね、お互いに裁き合うことになるかもしれませんので、私なんかだったら帰るかもしれません。これがテストでした。テストをしましたら、なんと残ったのは1万人でした。2万2000人が帰っててしまったんですね。神様は何のテストをしようとするんでしょうか。もう一度今度は水の飲み方におけるテストもしました。それはこういったことではないでしょうか。まず賛同者を取り除こうとしました。賛同者、要するにキリスト教に対する賛同者っていうのは世界にいっぱいいるんです。多分アメリカやヨーロッパはほとんど賛同者でしょうね。でもクリスチャンではない、キリスト教に賛同してるんです。そしてそうした人たちはあたかも自分も神様を信じてる一人のよう、一人のように錯覚するっていうことがいっぱいありますね。ですからそういった人たちは本気で主の言葉に自分主をかけようなどとは思っていません。みんなが行くから俺だけ行かないと都合が悪いとかですね、後でいじめられるだとか、まあそういったようなこともそうですね。そういったふうな人たちいっぱいいるんです。日本においてもいるでしょう。あるいはミッション系の高校バックホームいっぱいありますが、そこで育った人たちはある面では賛同者になっているかもしれません。しかし本当にそこに命を持っているかっていうならば、それとは違うんです。そういった人たち
すなわち恐れを持っているっていうこと。神はここで皆さん気をつけてくださいね。神様はこの2万2000人の人たちは失格だと言ってるんではないんです。言ってるんじゃないんです。そうではなくして、彼らの信仰では今この問題に対処することはできないと言ってるんです。ですから裁いてるんじゃないんですね。神は分別してるんです。そしてこのことはとても重要なことなんです。彼らの信仰は今耐えられない。しかしもしこの中のある人たちが、ほんのわずかの人たちであったとしても、そこにて勝利をしたならば、彼らは信仰が増されてまたこれに加わることができると神は思ってるんです。事実は後で加わってるんです。でも今ここにおいてはダメだっていうような人たちいるんです。賛同者を私たちが退けてはならないんですね。賛同者はとても大事なものです。あなたに反対しないものは味方であるともイエス様は言われましたから、その人たちを私たちは大事に大事にすべきです。しかし自分と同じようにこうしなければならないとなってしまうときに、相手をつまずかせることにすらなってしまいます。達し得た信仰というものがありますから、これを大切にしていく必要があります。最初に神様に召された者たちがいるのです。そして最初に戦うべき人たちはその人たちなんです。まずその人たちが戦わなければならないんです。そして神様もみんな一緒だと神様がご自分の栄光を表せなくなってしまうんです。むしろなぜならば、もし私たちがここでですね、今度こうしましょうって一致してですね、そしてこの役割分担をこう決めてみんな同じようにして、そして何かをして成功したとしますね。いやー、みんなで協力すると素晴らしいですね、すごいことが起こりますねって言って、それは本当に御霊の実になるんだろうか。ならないですね。私たちが自分たちの栄光になるでしょう。ですから神様はそれは与えないと言いました。まず賛同者というものを取り除いたんです。それは差別したんではなくして、神が自分自身が働くためには賛同者を通しては自分の栄光を表すことができないと考えたからです。敵は10万、こちらは1万人に減ってしまいました。さて1万人ぐらいですから、これでも足りないんです。しかし神様の言葉がさらに4節に臨んできました。主はギデオンに言われた、民はまだ多すぎる、彼らを連れて水辺に下れ、そこであなたのために彼らを襟分けると言いました。乾いてますから川のところに連れてですね、水の飲み方だって言うんです。何のテストなんでしょうかね。食事のマナーのこと言ってるんでしょうか。日本人はこのうどん食べてこういったのはですね、人のことを考えてないからダメだってですね、やっぱり口をちゃんと閉じてですね、音を立てないようにくちゃ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 しないように、こうマナーよく食べる人、これは人のことまで考えているからこういった人はふさわしいと、そういったことだったんでしょうか。もちろん神様はそのようなマナーってことではないと思いますね。2つの種類に分かれました。一つは川の水に直接顔をつけて飲んだ者たち、もう一グループは手ですくって水を飲んだ者たちだったんです。どこがどう違うんでしょうか。これはなかなかですね、いろんな意見があるんです。いろんなこのメッセージがあります。1万人の人たちは賛同者ではありません。恐れに乗り越えています。やる気はあるんですね。やる気はあるんです。やる気はあるのに、ある人たちほとんどの9700人は失格者になってしまい、たった残ったのは300人だけになってしまいました。どんなテストだったんでしょうか。ある人たちはこう言いました。すなわち顔、その時は誰でも喉が渇いてるんですね、カラッ
からなんですね。その時にこの水っていうのはある面で自分自身の命の部分ですね、一番大事なものです。そこに接した時になりふり構わずうわーっとそれを飲んでいく。その人たちは結局は自分が一番大事とする人たちじゃないかっていうんです。で、今度手ですくって飲むっていう時はこれは敵がいっぱいいるんですよね。ですから本当に敵のことなんかもう見えなくなってしまう。いろんなこと見えなくなる。とにかく自分を満たさなきゃ、自分を満たさない、自分を満たすんだっていうタイプ。もう一つは手ですくって飲むっていう時にはこれは明らかに敵を見ながらやってるはずですね。敵が来るか来ないか、いろんなことそれに備えてる。緊張度が違うってことになるでしょうか。自分が今いる存在を知ってる。そうです、神様のため、私はこれをやるって言っても、ある人は自分のため、根底が自分のため、神様のため私これやるって言った時にもう自分を忘れている。でそれは神のために、全て神のためにですから、本当に同じように私たちが神様のために朝から昼晩まで奉仕したとしましょう。でもそこに自分のためっていうものが入る人がいるし、自分のためのそれを捨てて神のためっていう、ここは似て非なるものなんです。見分けがつきませんね。しかしそれは確かに神様の目から見るならばそれは違います。自分の目的の達成のためなのか、主の目的がここに達成されるためなのかっていうこと。主の御心を果たすためにクリスチャンとして生きていく。そしてこの300人の人たちをどのように例えたら一番いいだろうかと昨日いろいろ考えておりました。そしてとってもいい言葉を思い出しましたけれども、この世的には悪い言葉なんですけれども、この300人っていうのはですね、どういった人たちかっていうならば、一言言うならばキリストバカなんです。キリストバカ、バカっていうとですね、ちょっと良くないんですけれども、一言で表すね、キリストバカの人たち、どうでしょうか。そうです、本当に神様が願っているの、用いたいと願っているの、探しているの、それはキリストばっかなんですね。この間もある人と話をしていながら、その家庭は本当にこの混乱でし、それどん底にバラバラになった家族がおりました。それがですね、本当にこの5、6年の間でしょうか、本当にこうまとめられてきました。そしてその人と話をしててこう言いました。これはね、あなたがバカだったからだ、キリストバカだったからだと言いました。そうなんです、キリストバカが一人いたならば神様はその家族の中で働くことができるんですね。賛同者がいても神様は働けない。あるいはまた信仰、信仰といっても自分を保ち、自分のための信仰の人のを通して神様はそこで働くことはできない。キリストバカが必要なんです。ある青年が父親にですね、メールを父の日で送ったんです。それをちょっと読ませてもらいますけれども、昨日は父の日でしたね。僕は父と母に心から感謝しています。お父さんはともかくもがむしゃらでした。この際そのやり方にどんなに賭けがあったとしても、弱さを見たとしても、神様に向かってがむしゃらな生き方は僕の心に残っています。親が何よりも模範であることはなんと幸いなことかと思います。僕は幸せ者です。バカな親がいたんですね。顔見たいと思うんですけれども、本当に愚か者の父親であります。それが必要だったんです。神様にとってはそれが必要だったんです。しかしここで皆さんいいですか、じゃあこの中の
300人は誰だろうなんて探さないでくださいね。それを探してしまうとダメになりますね。そうじゃなくて、一人一人の心が300人にならなきゃいけないのです。皆さんが300人の心を持つってことなんです。賛同者の心があります。それを退けるんです。自分中心な信仰の心があります。それを退けていくんです。そして300人の心を持つってことなんです。そしてキリストバカになるときに、信仰っていうのは私たちの技ではありません。神様が私たちに働けるかどうかっていうことが問題なんです。私たちが神様に対して向かってやるとこの技は、神様に働いてもらうために自分自身を整えるっていう努力が必要であり、技が必要なんです。自分を救うためじゃないんです。神に働いてもらうためなんです。神様の法則は300人です。3万2000人から1万人に、1万人から300人に。それは皆さんの心を表しているのです。神様は300人を求めているんです。減ること、本当に心細いことでありますけれども、でもそれは私にとってとてもこの大切なことになります。神様の御心は我々がに増えることを望んでいるんではないんです。むしろ減ることを望んでいるんです。3万2000人が300になることを望んでいるんです。あるクリスチャンたちはこう考えます。さあ皆さん、私たちは神様の子供でありますから、もっともっと大きなことを求めましょう。さあこの教会どうしてこんな小さいんですか。もう300になるんですよ。そのうちそれを描くんですよ。そして努力して祈るんですよ。あなたの収入はどのぐらいですか。もっと望んでいいんですよ。牧師は公務員並みの給料にしなきゃダメですよ。やる気出てきませんよ。でですね、まあそんな形でいろんな形になってきますね。増やすことを考えてきます。しかし神様の聖書の法則はいつでも減らすことを考えてます。モーセに対してどうだったでしょうか。エジプトの王子という位を与えました。彼は本当に優れたものとなってきました。しかし40歳の時に彼は追われてきました。40年間砂漠にこのおりました。そして彼はですね、本当に何を神様は願ったっていうのは、枯れた芝にすることだったんです。要するに大木でもありません。そこら辺にあるもっと生えてる木です。しかもそれが枯れた木にしようとしました。しかしその木だからこそ神様はその中で火として燃えることができたんですね。モーセは燃え尽きない芝を見た時にそこに行きました。神様はこう言ったに違いません。モーセよ、私はお前を40年かかってこのようにしたんだよ。それはお前が働くためで、私がお前の中で働くためにこれをしたんだと言ったに違いありません。パウロはどうだったでしょうか。本当にエリートでした。律法学者でした。人々からこの信頼されておりました。リーダーでありました。しかし彼はですね、神様から打たれました。その後彼は3年間アラビア砂漠で生活をしました。誰にも会わなかったと言っております。何のために、モーセの40年間のようにパウロが枯れるために必要だったんです。パウロを徹底的に枯らしたんですよね。そしてパウロが本当に人々から使徒として認められたのは、それから14年経ってからですから、合計ダマスコ登場でイエス様に出会ってから17年後でした。よく枯れた芝に、またモーセ、パウロもさせられました。富める青年がイエス様のところにやってきて、永遠の命を得るためには何をしたらいいでしょうか、どんな良いことをすれば良いでしょうかと言いました。イエス様は、行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさいと言いました。彼は多くの財産を持っていたんです。彼の願いはもっと増やすことでした。もっと自分自身いろんなものを身につけることでした。
しかしイエス様は反対のことを言いました。全部捨てろと言いました。神様は持っている彼の中にいて働くことはできなかったんですね。そのようにして神様の法則は全く違っておりました。3万2千人を1万人に、1万人を300人にしてきました。マルチン・ルターがの言葉として、一つのこの言葉があるんです。こう言いました。神は世界を無より作りたもうた。何知が無でない限り、神は何知より何者も作り得たまわぬ。神様は無から何かを作った。ですから神様があなたに何かをしようとするならば、あなたが無にならないと神様はあなたを用いて何かをすることができないんだと言いました。もちろんこの無っていうのは仏教的な無っていうことではないですね。自分ではなくて主っていうことです。本当に主イエス様に自分自身をかけていくもの、全てをかけていくものです。そのものを神様は求めております。神様の名はヤーベです。ヤーベっていうのは存在、あらしめるっていう意味なんですね。そうです、神はヤーベです。塵の塵で作り、そこに命の息を吹きかけて私たちを生きるものにしてくださいます。愛する皆さん、どうか300人の心になってください。そうするときに神は皆さんをいくらにでも用いることができます。栄光を表すことができます。アーメン。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの御言葉を心から感謝いたします。3万2千人から1万人、1万人から300人、主よ、あのことこのことでありません。今ここにあなたの御前に集う一人一人に対して、神様がそれをこの示しくださっております。そして私たちが今祈るときに、神様はその御心にかなった祈りは聞いてくださると約束してくださいました。一人一人がキリストバカとなることができますように、そして神様に用いられる器となることができますように、一人一人を祝福してください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。